こんにちは、早坂剛です。今回はですね、 Google AdSense の話をしていきたいと思います。 Google AdSense とはですね、アフィリエイトの一つです。僕がですね、 AdSense の審査にですね合格した数年前は、今と比べれば審査はですね、ずっと簡単なものでした。 Google のですね、言う通りにやれば必ず通るような感じでしたね、審査は。はい、 YouTube や Amazon などでもですね、そうなんですけれども、審査はですね、時間が経つとともにどんどん厳しくなっていきますね。ネットで調べたんですけれども、2018年からサイトをですね、追加するのに審査が必要になったみたいです。 AdSense でですね、サイトの追加方法が変わったんです。僕はですね、自分が作ったサイトに AdSense 広告を貼りたいなと思って、前と同じようにやったんですけれども、できなかったので、それで気づいたんです。ではですね、今回は何が変わったのか、それをね、説明していきたいと思います。はい、それはサイトごとに審査が必要になったんです。前はですね、AdSenseの最初の審査が通れば、あとはですね、審査は必要なくサイトの追加ができたんです。でも今はですね、サイト一つ一つに審査が必要になりました。ではですね、どうやるのか、サイトの追加の流れを簡単に説明していきます。まずですね、管理画面の左にあるサイトをですね、クリックします。次はですね、広告を掲載したいウェブサイトの URL を入力して、次へをクリックです。あとは審査用のコードをサイトのヘッダータグ内に埋め込むというような流れです。こんな感じでサイト一つ一つに審査が必要になりましたので、審査の時にはですね、気をつけてください。今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。最後に、僕は工場で働く労働者です。少しでも今の生活を豊かにしたい、そう思ってですね、隙間時間を利用して YouTube やブログなどで活動しています。概要欄にですね、 SNS やブログの URL が載ってますので、そちらをね、見ていただけると嬉しいです。はい、今回は以上となります。では、失礼します。